いつものように完璧。ミス。ゆっくりしていくんだな。あの謎の女料理人、一体何者なんだろうな。わからん。だが闇流料理界の中でも相当上の立場にいるのは間違いないだろう。いずれは戦う運命にあるってことか。おそらくはな。トリオと戦う前に彼女とも戦うことになるのだろうな。失礼。クルツ殿の店ですかな。そうだが、お前はまさか。どうやらお見通しのようですね。ええ、私は闇流料理界の一員、ゲテモノ料理のシュレルです。ゲテモノ料理？ゲテモノと呼ばれるのは心外なのですがね。私はただ自然界のあらゆるものを愛し食材としているだけ。うわ、昆虫に見たことのないキノコや葉っぱがたくさんあるぞ。それらはすべて見た目で忌避されますが、私の手にかかれば美味なる料理になるのです。面白い男だな。さて、トリオ様を目指すあなたならば、無論私との勝負も受けてもらえますよね。当然だ、受けて立とう。そう来なくては。自然界に食べられないものなどありません。愛を持って調理すればこの通り。私と自然の調和の料理に屈してください。俺の料理は負けない。勝つのは俺だ。
いただきましょうか。これは。いただきましょうか。これ、僕の好物だよ。これはもういいかな。いただきましょうか。すみません、これは。いただきましょうか。こいつはちょっとな。いただきましょうか。悪くないな。聖堂の前に敗れましたか。だがお前の料理は面白かった。新たな地平が開けたような気はする。そう言っていただけると光栄です。あなたならいずれトリオ様やあの女料理人を超えられるかも。待て、あの女料理人を知っているのか。と言っても私が知っているのはある日突然トリオ様が連れてきたということのみ。やはりトリオと会うしかないのか。あなたならいずれお目見えが叶うでしょう。その時まで精進することです。ああ、心得た。レシピが増えるというのは。おやすみになる？